助けてるのか。今日田植えを体験したのは嶺北町の坂瀬川小学校5、6年生の児童13人です。平井さんどうですか。いや泥だらけです ね、もう足を抜くのも大変そうですよね。地元の農業組合の協力で子どもたちは20センチほどに伸びた早期米のコシヒカリの苗を植えていました。田植えで楽しく米の大切さを学べたので良かったです。せっかく植えたから、次は、秋には食べたいなと思いました。お母さんどう思うかな。多分怒られると思います。今日植えた稲は真夏の8月中旬に収穫され、2学期の給食から提供される予定です。ありがとう。腰痛にならないように頑張ります。頑張りましょう。太郎の気になるニュースでした。はい。